反対に、その NGO に対して、資金をこう、かけてくれる企業の方にはどういうふうなアピールでこう集めてきたんですかね。いい心について言うと、当然ながらですね、企業さんというか NGO さん、どちらもなんですけれども、100万円の例えばお金があると、100万円をそのまま届けた方が、活動のできる内容は大きいですよね。で、私どもが入ると当然そこで手数料をいただいてしまうので、具体的には半額を、弊社の手数料としていただくんですね。じゃあなんでその半額に価値を感じて、企業さんが、スポンサーになってくれているかというと、例えば私どもがやっているクリック募金っていうものがありますが、これですと、ユーザーの皆さんが、どこかのボタンをクリックすることによって、必ずスポンサーさんのホームページに行くんですね。で、そうすることによって、企業さん側からするとアクセスを増やすことができますと。で、二つ目としては、こういった NGO の活動を支援しているので、イメージが上がりますと。最近ですと CSR 活動とかされている企業さん多いですけれども、じゃあそういった CSR 活動を知ってもらえるってこともできると。そういった意味で、価値を感じてくれて、少しずつですけれども、企業さんが増えてます。で、今申し上げたのはクリック募金ですけれども、クリック募金以外にも、ただ単純にお買い物を楽しむだけ、例えば、現在楽天市場とか、様々な、サイトが入っていますけれども、そこに例えば行って普通にお買い物を楽しむだけで、追加コストなしにただで募金ができてしまうと、こういったものなんですね。これも同じことで、そういう商品を売っている企業さん側からすると、いい心から一人のお客さんを紹介してくれたと。で、その人が、1万円のお買い物をしてくれたら、じゃあ5%は報酬として、キックバックしてくれますよと、あげますよと。で、弊社としては、じゃあ5%を企業さん側からいただいたら、その半分の2.5%を寄付に回しますという取り組みなんですね。はい。